皆さんこんにちは、いつも店長武蔵とその仲間のバイク店動画にお付き合いいただきましてありがとうございます。今回はですね、ちょっとこの年の瀬のちょっとね、いろいろあるんですが、はい、並行輸入車、ね、新車ご注文いただきまして、そして、これ車検取らなきゃいけないね、車検検査を受けなきゃいけませんので持ち込み検査になるんですが、継続とか、あと中古新規ではないので全く、ね、日本で登録されていない車両となると、最初にですね、書類審査っていうのがあるんですよ、うん、でその書類審査というのを受けて、問題ない、その書類がちゃんと整っているということになって初めて、あ、じゃあ車両を持ってきてくださいって言われて、それで、車両を持ち込むと、で検査を受けて、問題なければ車検証、新しいね、ちゃんと車検証というものがね発行されるという仕組みになっております。はい。それで、実はですね、で、まあ、こういうね、この分厚こういっぱいあるんですけど、でこれは輸入元のそのね IBS さんが用意してくれているものでございます。そう。だからね、この要はこの並行輸入自動車届出書っていうね、この、全部で何枚綴りなんですかね。これは4枚、5枚綴りね。でこれを書かなきゃいけないんですけど、陸自で用意されて、ね、しているものが、これ。で、これね、しょっちゅう変わるらしいんですよ。細かいところが、ちょっとね、この辺とか。そうすると、ちょっと前のだともうダメ。あ、それだとダメですから、新しいのに書いてくださいって言われちゃう。で、前回、去年ですかね。うん。持ってったら、あ、これはちょっと古いんで、新しいのにしてくださいって言われて、結局新しいの書き直しですよ。うん。だから、陸自に、書類審査だけで陸自に、で、また一回書いて、もう一回持ってって。2回行きましたよね。で、OK が出て、じゃあ車両持ってきてくださいって言われて、で車両持ってって。ね。そういうのがあるんですよ。うん。で見たところですね、大丈夫そうですね。そう、これくれたんですよ。で、見たところ、IBS さん送ってきた車両、大丈夫そう。うん、大丈夫そう。よかった。大丈夫じゃないとね、うん、また、明日行こうしたりっていうね。うん。ものがあります。で、並行輸入、やったことがある方だったらね、お分かりかと思うんですけど、並行輸入自動車届けでしょうってね。これがあって、で、その次に、こういうね、要は長さだとか、そういうのも、重量とかあるんですけど、車体番号、またシリアル番号の様式の解説。いわゆるこう、長いじゃないですか。輸入車って。日本の型式指定を取ってる車両みたいに、例えば、何がいいですか？何でもいいんですかね。例えば RC30-100125 とか言うんじゃなくて、これだと JYARN43、なんとか000、なんとかなんとかなんとかなるんですよ。そうすると、じゃあそのうち、その部分の、じゃあそれは何を意味してるんですかっていうことを書かなきゃいけないんです。で、例えば JYA ってね、JYA っていう部分はヤマハを意味します。そしてその後に来る RN43 っていうのは車両の型式を意味しています。で、その次に来るものは使用記号です。そして次に000っていうのはチェックデジット。何ですかね、チェックデジットってね、あって、そして、ま、最後の丸5の数字が羅列がありますよね。6桁とか7桁の。それが製造番号ですっていうね、あるわけですよ。はい。そして原動機の方も同じで、打刻番号等の様式の解説っていう。こういうの全部書かなきゃね。作んないんですよ、うん、そして保安基準に適用させるための改善事項等は、COC ペーパーが添付されていますね、とかね。で、排出ガス発散防止装置は、三元、触媒何個あるんですか？1個です。で、製作者は どこですか？メーカー純正ですとかね。で、リードバルブ、O2 センサー各ねあります。リードバルブが2つあって O2 センサーが1個あります。メーカー純正ですとかね。そう、こういうで騒音、あと次騒音防止装置ね、があって、そして、今度車両所限、ね、繰り返しになっちゃいますけどね、車両のこの全軸重が何キロですとかね、こうあって、そして、気筒数は直列です、ね、V 型水平対向ありますね、直列の3気筒です、そして、内径と工程はいくつといくつです、燃料タンクは何リッターです。原動機は、駆動方式はチェーン式ですとかですね。でこれずっとアルミホイール、ホイールの材質は何ですかとか、いろんなのね、こう書いてあるわけですよ。
はい。そして、施錠装置は何ですか？ハンドルロック、じゃなければその他何ですか？チェーンロックとかね、もしかしたらあったらあるかもしれないですね。うん、あと制動装置はどうですかとかね、干渉装置は何ですかとかこう書いてあるわけですよ。そして、また排出ガス発散防止装置はブロバイガス還元装置型式、クローズド式シールド式とかね、そうもあるして、あと透過装置は、全焼灯は何個ですか、何色ですか、何ワットですかというのを書いてあるわけです。それを書かないで、それ提出してやっとまあ、認められるっていうね。で、あとこれは主要所見表はね、これメーカーがつけてます。輸入元がメーカーつけてますね。そして、送配気量の計算書っていうのがあって、内径と工程と気筒数で、円周率 3.14 でかけて、それで、出ると、この排気量ですって。それを書くんですね。さあ、それで、先ほどなんかリードバルブがどうだとか言いましたよね。ですので、それがね、パーツリストのコピーがあって、ですね、それがどこに何個あるのかっていうのをね、示す必要があるんですよ、実際に。なんで、これだとですね、パーツカタログの、まあ、こういうね、こういうんですよ、リードバルブ足、ね。そしてここにリードバルブ足って書いてありますよね。18と20番。18と20番ですから、20番がこれで、18番がこれ。で、ここにリードバルブが2個。で、こっちが1個。あ、リードバルブとリードバルブで2個ってことですかね。はい。あともう1個なんかありましたよね。うん。で、これ、この間もね、ここで、あれ1個で1個しかないですよねとかなんかね、話になったんですよ。そう。で、ああでもない、こうでもないっていうね、やった記憶ありますね。あ、そうですね。うん。これはね、2個なんですよ、ここがね。うん。そう。わかんない、わかりづらいですけど、ここ、17番が2個入ってるんですよ。プレートが。だからこれ1個で2個役目してるってことですかね。ですよね。違いますか？ちょっと難しいです。そう、それで結局ほら、ちょっとでも違うと、あ、ダメですねって言われちゃうんですよ。ダメです。向こうが要は、検査員がダメですって言ったらもう、どうすることもできない。それとも、ちゃんと適合してるものを持ってきてくださいって言われちゃうので、はい。あとこの、これはでも車体のとこですね。あとマフラーの、ね、排ガス、あ、これですね、いや、マフラーのこの基準ね、排ガス基準、ちゃんと適用してるっていう、この番号ですね、はい、これが印刷物が必要なんですよ。で、これね、ないんですけど、Eマークっていうのがね、必要なんですよ、Eマークっていうのが、363キロとか書いてある、その重さを担保してるっていうね、ブレーキの、で、それがね、ついてないんですよね。この間もついてなかったんですよ。だから結局写真撮って、その車体に貼ってあるんで、その写真、あれ剥がしちゃうと、並行輸入車で一回も登録してないのにそれ剥がしちゃったら、もう登録できないと。そういうのがないと。怖いですよ。怖いんですよ。で、これね。うん。で、他にもね、まあ、いろんな付属があるんですよ。みんな必要なんですよ。だ大変。で、これが、あ、なんかね、これの部分にこのなんか、最高速とかいろいろ書いてあるんですよね。これがね。これが必要なんですよね。ヤマハのなんかね、こういう、うん、こういうやつなんですよ。これ必要なんですよ。そして、自動車排ガス試験結果成績書、これ必要なんですよ。はい。で、これがないと、結局、車検、うん、排ガスの方で通らない。検査してなきゃいけないんですよ。だから、本来だとね、あそこでこう測って、あ、大丈夫ですねっていう OK じゃないですか。あれはあくまで、現状どうかっていうことなんだって、やっぱこういうのがなきゃダメだってね。そうですね。いろんな、シャーシーダイナもかけて、なんかいろいろとかね。みんな、検査しなきゃいけないんですよね。それがみんないろいろ書いてあります。うん、はい。試験日は平成30年。うん、まあ、そうですね。同じ車両ということで、一つの車両、みんな撮ってるってことですかね。はい。そして、さらにはですね、何がありますかと。輸入自動車の打刻届出書ってのがありますね。要は、車体番号がちゃんとこのね、あれなのかどうかっていうね。うん、これがなかったらまた話にならない。わけでございます。はい。あ、これね、ちゃんと、ここに、うん、石摺りで入ってるんですよ。これがないとダメですね。これがなければ、はい。そして、あとはもう普通に、まあ、250とかでも必ずある自動車通関証明書。ね。ね通関証明書。そして、重要書類。これは関係ないですね。とりあえず、あとね、絶対必要な譲渡書。ね。はい。
輸入会社の醸造装が必要だということでございます。はい、これの書類をね、すべて揃えて、持ってって、OK、OK っていうのが出たら、実際に車両を持ってきてくださいということになるわけですが、先ほど申し上げた E マークというのをないんですよ。前回の車両で撮ってるんですよ。ただ、フレーム番号入っちゃってるんで、そこに。フレーム番号違うんで、多分、車体番号ダメ、違ったら違う、ダメですよね。なので、実車から写真撮って、それ印刷して持っていくと。だから車両がすごく欲しかったんですよ。なのに、車両がまだ来ない。それで結局、明日の朝一には届いてます。届きます。だから、って言われたんで。で、なんでこんなに焦ってるかというとですね、この書類審査の今年中の締め切りが明日までなんですよ。知らなかった。今日、先ほどドカティの登録してね、これ試乗しようと思って登録に行って、で、あ、そうだ、ついでにじゃあちょっと、新しい書類とか変わってないかどうかね、聞こうかなと思って、聞いたら、13日までです。で、13日過ぎちゃうと、実際に車両の持ち込み検査が1月6日以降になります。って言われたんで、焦りますよね。いや、なんで車で届かないですかね。1週間かかりますかね。小牧からね。小牧からここまで、柏デポまでね、出して1週間はないんじゃないかと思うんですよ。それほど立て込んでたんですかね。混んでたってことですよね。だから昨日多分小牧で積んで、今日、明日の朝って感じですかね。いや、ちょっとね、あまりにもね、昨日も電話して、で、今日も電話したら、あ、届いてますみたいな。昨日届いてますみたいな話にするんですよ。じゃあなんで電話くんないんだと思って。そしたらしばらくしたらまたかかってきて、あ、すいません、間違えました。届いてません。予定は明日です。つって。そう。で、ちょっと焦ってるんですよ。お客様はね、やっぱ待ってますから、ねえ、いや、すいません、来年になっちゃいますって。ねえ、来年って言ったらだってもう1ヶ月先ですもんね。今6日以降7日とかね、でそこから、やっと登録し、しかも登録もこれそこからですから、書類がまだないんですから、で登録を ね向こうにお願いして、車台を送って、また1週間かかりますから、1ヶ月以上かかっちゃうんです。一応目安としてはね、車体をお渡しできるまで2週間ぐらいだから、発送するから、まあ、プラス1週間3週間ぐらいかなと思ったんですが、あとは、その車体がどんな状況かを確認しなきゃいけない。あと、車体も、走れる状態にしなきゃいけないね。検査持ってきてくださいって言われた時にね、ちゃんとその状態にしなきゃいけないんでね。まあ、いやー、ちょっと焦って、だから焦ってるんですよ。まあ、どうしようもないんですけどね。どうすることもできないんですけど、ダメならもうダメでね、あ、すいませんって言うしかないんですけど、ちょっと時間かかっちゃいますってね。言うしかないんです。まあ、そうなんですよね。でも、お客様はほら、早く欲しいですよね。でも、こう、まあ、焦るとろくなことないっていうのは大抵ね焦るとダメなんですよ。やっぱりいろんなね、失敗とかね、しちゃうんですよね。だから本当は焦らない、ようにね、やった方がいいんですが、ただ時間がないので、とりあえず書類だけは作って持っていかなきゃ。ただ明日ちょっとね、午後にお約束しちゃったんですよ。だから午前中に全てやらないと、陸地も行ってなんだってやらなきゃいけないけど、いやー、無謀ですかね。やばいですよね。その時はまだね、そういう感じじゃなかったんで、1週間かかるんで、まあ、明日出して、で来週中に検査を受けられればいいんですけど、ただ私ですね、再来週は休みになっちゃってるんで、来週中にできないとやばいんですよね。どうしたものでしょうか。まずいですよね。これ絶対まずいですよね。はい、そんな感じでいろいろとですね、やっぱなかなかうまくいかないもんなんですよね。うん、うまくいかないもんなんですよ。はい。そうですね。普通に他の運送業者頼んだ方が良かったのかな。直接ね、うちまで持ってきてくれる運送業者さん。はい。そうすればね、間違いなく、もっと早く、しかもね、取りに行くとか、そうですね。気持ち安いんですよ。BS さんのがね。ただ BS さんね、やっぱ時間かかるんですよ。はい。届けて、だからデポに持ち込んで、まあ、2日後に着くっていうんじゃないんです。大体1週間、目安としてっていう。例えば、あれだと3日から、4日から1週間、7日とか、
まあ、幅が一応あるんですけどね、そのタイミングによって、うん、早い時もある、うん、でも、まあ、一番長いのを想定してるんで、まあ、例えば7日とか、あの場所によっては14日とか20何日とかあるんですよ、はい、まあ、そういうのあるんですけどね、うん、いやちょっとやばいですよね、年末年始でね、いやちょっと焦りますよねはい、そんな感じで、はい、いろいろとあります。で、一応ドカティはですね、ナンバーを取ってきたので、そのナンバーを取り付ければ試乗ができると。うん。ね、うん、まあ、普通の、何の変哲もないナンバーですね。8708。ね。うん、何の変哲もないものです。で、これを取り付けると。ステッカーが問題なんですよ、いつもね。ステッカーをここに貼ってしまうと、ステッカーが剥がすとね、うまく貼れないじゃないですか。だから、試乗するためだけなので、だからステッカーをちょっとこうね、なんかでうまく止めて、とりあえず試乗して、でね、あの、そう。で、お話があったんですけど、その後ね、連絡一切なくなっちゃったんで、もしかすると、あの、おやめになったかなっていう、そんな気もします。はい。そうですね。で、住民票を送りますって話はあったんですけど、やっぱり来ないのでね、住民票ね。もしかすると、あの、うん、話がなくなったのかなっていう感じです。ただ、どちらにも試乗はして、ね、登録もして、っていうことは思ってたので、うん、どちらにしてもね、やっぱ試乗しても乗れますっていう状態でね、うん、私とあの出した方がいいと思う。まあ、やっぱりね、こう危険、時間、すぐ売れないとかね、そういうことを考えると、ついね、あの登録しないで置いとく。で、あのお客様がついてから登録するっていうね、やっぱりそういうのは、まあ、無駄になっちゃうじゃないですか、その間の期間とかね。どんどん車検も減っていくし。あと、もしこれでずっと売れなくて3月いっぱいね、4月に入ると税金もかかるし。だからそういうのがあるんで、ちょっとね、いつも弱気になるんですけど。だからエンジンオイル交換しちゃっても、ね、1週間2週間だったらエンジンオイルあれになっちゃうんですから。はい。そんな感じで、お客様が見えました。失礼します。ありがとうございました。